釣れるじゃん。はい、皆さんこんにちは。今回もご視聴ありがとうございます。今回も前回に引き続き渓流にやってまいりました。早速ですね、ニンフでなんちゃってニンフを作って流したところですね、川本さんが釣れてくれました。すごい綺麗な、すごく綺麗な魚ですね。まあ、甘子やね、イワナ、ヤマメとか、あとそういう魚をですね、やっぱり釣るっていう方多いですけども、まあ、川物とか大川とか、まあ、早系ですかね、そういう小さな魚もですね、本当によくよく見るとですね、すごくですね、綺麗な体 の色であったり、形であったりですね、すごく魅力的だと思います。まあ、繊細なので、まあ、本当に何て言うんですかね、本当に、まあ、釣り人の方もですね、いろいろ気を使ってって形で、やっとこさっとこう釣り上げるような、そんなような感じですので、なかなかですね、ゲーム性も高くて、こういう釣りも私大好きなんですよね。ニンフです。やっぱりポイントはですね、ニンフの場合は結構流れの強いところ、流針ですよね、流針を主にですね、流して、ダウンクロスかなんかでこう、ちょっとずつこう引いてくる感じで、ぐいっとこう当たりがあるような、そういう感じですよね。リーダーが長すぎたかな。ピットはですね、7X を使ってます。8でも9でもいいと思うんですけども、まあ、あんまり遅いとですね、巻き癖も糸癖がね、出てしまったり、まあ、すぐ変えなきゃいけなかったりする。まあ、切れるってこともないかもしれないですけどね、ちょっと釣りづらくなるので、まあ 7X をまあ限度かなって感じで、自分はそう使ってますね。がっつりですね。打ちます。合わせは遅いとずっと飲まれちゃうような感じですよね。はい、ありがとう。使用したタックルは3番ですね、3番の 8.4 ピンですかね。ちょっと大きい。ダイワさんの今日一番大きいかも。ドライ、これはですね、パラシュートフライをですね、まあ、ダメ元でちょっと粒子の向こう側に流したところですね、食べてくれました。特にライズしてたわけじゃないですけども、潜んでたってことですよね。ドライです。なんちゃってパラシュートですので、パラシュート、まあ、皆さんにね、お見せできるほどね、綺麗には作れてないんですけども、まあ、こんな感じで釣れました。それでですね、今回はこの辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。これからもですね、釣りの動画を上げさせていただきますので、よろしかったらご覧ください。それでは失礼いたします。
で